チルドレン・オブ・ザ・コームは1984年に公開されたアメリカのホラー映画である。原作はスティーブン・キングのトウモロコシ畑の子供たち。キングの短編集ナイトシフトからの映画化で短編を原作に独立した映画として映画化された初の映画である。当初、同短編集の t v シリーズの一つとして制作される予定であったが立ち消えとなり、 本作の映画化権は転売されていき、最終的にニューワールドピクチャーズのものとなった。これまでのキング作品の映画化は長編が多数で、原作内容の絞り込みが問題であったが、チルドレン・オブ・ザ・コーンは短編であるがゆえ、原作に忠実な映画化に期待できたにもかかわらず、出来上がった映画は原作とかけ離れたものになってしまった。キング自身もこの映画には、 否定的である胸を述べている。若き石バートは恋人と不認知に行く途中、子供しかいない村に来てしまった。バートの恋人は子供たちがトウモロコシ畑の中央で行う祭りの生贄として捉らえられてしまった。ABC コンプリートスティーブン・キング、ビアクヤ処房1988、ISBN4 から893671219、ありがとうございます。